妹は誰からも望まれていない子供だったの。そして私だけが無事に生まれた。そんなのってひどいよね。悲しいよね。だから私はお母さんのお腹の中で消えていくあの子の思いを受け止めた。一人だけで消えることないよ。あなたは私のかけがえのないたった一人の妹だから、これからもずっと一緒にいよう。私と一緒にずっとって。それからの私は二人で一人、一人の私がここにいるいつものシアで、そしてもう一人が、シア。時々表に出てくることもあるけど、あの子はいつも私の中で一人ぼっち。だから決めたの。いつも表にいる私だけが幸せになっちゃいけない。それじゃあの子に申し訳ないって。シア。でもね、リン君のおかげで分かったんだ。あの子はそんな私が嫌いだったんだって。私は一人だけ幸せになっちゃいけないと思い込んでいた。でもあの子は決してそんなこと望んでなかった。じれったくなっておせっかい焼いてリン君にも迷惑かけちゃったけど、それが彼女の思いだった。あの子はずっと私のことを、今ここにいる私の幸せを願っていてくれた。シア。あの子は私に勇気をくれました。私が一人のリシアンサスとして幸せになる勇気を。だから今改めて言います。好きです、リンク。心からあなたが。シア。やっぱりそうだったんだね、リン。リン君にはきっと他に好きな人がいるんだよね。シア。私のことをもっとリン君に知ってもらうなんて言って、大切なことを黙っててごめんね。これでようやくすっきりしたっす。さ、行こう、リン君。でもこれだけは覚えといて。深海は一夫多妻制なんだよ、リン君。え？複雑になってく。
この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。